こんばんは。なんだこのリフトは。なんか周りも変わっとる。これなんやろか。目が乾燥。こんばんは。え、なにこの1111111って何の 1？ これすごーい。え、これ何？めっちゃパンダ飛んでくる。え、かわいい。え、なんでホワイトデーがワンなん？かわいい。すごい。でっか。でっか。おお。おお。すご。もう積み重なっていくんじゃないかレベルできとる。やばいやばいやばい。ああ。すごい。なんかろうそくみたい、なんか誕生日のろうそくみたい。すごーい。え、何の位置なんだろう。本当に。どさりーってなっとる。ありがとう、いっぱい。どひゃー、パンダがくっついとるよ。なんてやつなんだろうね。ナベックス。ほんまよ、今ので多分もうなんか何歳になったんやろ。私200歳超えてるんじゃない。たくさんみんなありがとう。どひゃーっとね。あ、一番ってこと？よいしょー。高級焼肉ギフト券が、え、そんなあるの？ホワイトデーなのにお肉なの？今回なんでパンダ？え、わかんない。パンダさんだね今回。よし、一もなんでやろ。かわいい。こんなあんまり大きいギフトないよね。このドゥドゥドゥンってなるやつあんまないよね。いいね、存在感が。パンダ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 とクマどっち？どっちもかわいいよね。でもイチタワーキャンプ、パンダの肉って美味しいか。いや、そんなこと言わんのよ。パンダの肉美味しい。え、美味しいん？でもクマの方が食べれるイメージ勝手にあったんだけど、パンダってお肉にされちゃうんだ。ワン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 。同時開催。ホワイトデーとは関係ない同時開催。これはどういうイベントなの？え、パンダって食べられすぎてんの？やめて。かわいいのに食べないで。こんばんは。わんわんわん。リアルパンダね、見たことあるか忘れたんよ。え、コーチいないよね。いる？あれあれ、どこにいますパンダ。上野動物公園とか東京の。
いのか和歌山か神戸。あ、ないね。じゃあじゃあないね。上野動物公園ね、よくなんか聞くけど。焼肉の値段比べてたもん。え、今回のイベント焼肉なの？和歌山、名古屋にもいる。行ったことあるのかな。覚えてないだけなのか、行ったことないのか分かんない。読んだ。このキャラいるよね。かわいいこれ。高級焼肉。なぜここ、なんか高級焼肉食べたことないから、どこからが高級なんやろうって考えとった。あ、そう、明日ももちゃんコール待ってます。神戸牛、神戸牛か。市長頑張れ。ずっと好きだよって出た。ずっと好きだよって出た。え、嬉しい、ありがとう。びっくりした今。番組のご褒美とかで食べたもん、一番記憶なかった。でもね、あ、そう、番組の企画でちょっとだけ、あの二口ぐらいなんですけど、なんだっけ、何を食べたんだっけ。でも番組でもあるかな。でもこの間瀬戸チャレで食べたラーメン美味しかったな。あとなんかあるかな。フラフープのよかった。多分マイキューさんだよね。自分も本当に投稿見るまで知らんくて、そう、嬉しい。可愛かったあの絵。元気元気ね、マイケルさんだよね、あの絵。嬉しい。私番組で虫食べたことないんよ。え、かわいいじゃん。私好きなんよね。だから私も全然知らんくて、あ、ワンワンのインスタ、そう、インスタとツイッターもだね、あのに公式に載ってて、それで私はなんかね、あの愛こじにしがみついてるドアップとしがみついて一緒に過ごしてる愛こじとの写真が載ってるんですけど、あれは私が眠すぎて愛こじの足で寝てた時の写真です。めっちゃ本番前だったんだけど、眠すぎてもうあのコーラみたいになってこう寝てる写真です。そう、眠何個だった。愛くじに言うか、なんかお姉ちゃんみたいな、
お姉ちゃんでも誰にでも行くかも普通に全然なんかね、私もみんなてかみんながお姉ちゃんだから、うん、ほんと私は特にお姉ちゃんって感じなので、あの本当にガチ姉とぐらい思うぐらい、あの甘やかしてもらってます。ST のガチ姉って勝手に思ってます。そう、赤ちゃんって聞こえた私も。ガチ姉はね、あの本当のガチ姉はなんか、うーん、友達感が強いんだよね私たち。リアルガチ姉はもちろん頼る時もあるんですけど、なんか友達ってか友達、うん、ノリが、そうですね。だからサーヤンもなんて、サーヤンめっちゃ尊敬できるってこと超あるんですけど、すごい同い年のように話してる部分も多いんですね。お姉ちゃんはガチ、あのガチ友達ガチ友達ですね。あのガチ姉にあまり頼らない、でも頼らないとかじゃない、逆になんて言ったら仲いいからこそその友達のようなノリで話してるって感じなんだよね私の中。いや、タイプもある、タイプだな、ごめん、タイプです。お姉ちゃんはお姉ちゃんって感じよりはなんかイエーイって感じ。あいこじはなんかお姉さんって感じ。そうそうそう、なんかそのタイプ、まあ、だと思います。そう、相方は落ち着いてる感じなの、お姉さん感、そう、そんな感じ。なんかサーヤンは両方半々、半々とか、お姉ちゃんとは全然違うと思うけど、タイプが半々、お姉さんの部分もあるし同い年のように話せる部分もあるっていう感じ。あ、そう、いろんなタイプのお姉さんがいますね。お母さんの、選び放題。安否は、でも私安否の足にも昨日しがみついてて、私三女って感じですか。私そうだ、人のね足にこうこうやってしがみつくの好きなのね、前から。よりもおね、ニゴリもお姉ちゃんって感じもある、お姉ちゃんって感じなのかな。あ、おもちゃんとって妹分みたいな子、私いるかな、なんかなんか私が一番子供っぽい気がする私がなんかさこちゃんもお姉ちゃん、え、どんな、さこちゃんは
こちゃんは私は、だってさこちゃんと一緒にみんなでホテルとかで夜集まった時にお話とかもよくするんですけど、どうなんだろう、なんか妹として、いや末っ子キャラを譲らないとかじゃなくて、全然もう末っ子キャラになろうとか思ってない思ってないんだけど、なんかね、私子供だよね多分そうなんよ、思ってないよ、なんなら全然お姉さんキャラしたいけど、なんか違うよなって思う。もちろんさこちゃんも2つね、年がね下だから妹のようには思ってるけど、さこちゃん大人っぽいから、さらちゃんもなんか大人っぽいじゃないですか、その同期で年下は2人なんですけど、そう研究生もしっかりしてるから、あお休みで同じ、なんかねエラーが来てごめんごめん、エラーが来て、それでなんか遅れてるか分からんくて、そう遅れてるか分かんなくて2個送っちゃったと思う、申し訳ない。さあちゃんはてか、そうその部分は確かに妹っぽい、妹っぽいというか、あーもうさらちゃんって感じなんですけど、でも大人っぽいからななんか頭そのえお嬢様感ある、今日の朝ツイートしたやつなんですけど、母ちゃん妹キャラなんかどういうどんな感じなの、頭いいから妹タリーな頭いいよね、でも危なっかしいよ本当にあんな感じで電車で本読んでする、電車ってば電車には、まあ本は読まんけど、でも学校で読むときはあんな顔だと思うよ多分私結構なんて言ったらいい、こうなんて言ったらいいんだろうな、ほえーって読んでる姿がなんかそう見えるらしくて何これ、8位って何、何これえ何、なんか変なイントネーションになっちゃった今、8位って何、本読むの漫画、いや漫画の方が読むけど、結構もなんか今はそうあんま読まないけど昔めっちゃ読んでたんですよ、もうえ順位とかで決まるんだこれ、え一タワーの順位、ほにょーん、ホワイトデーのイベントはどんなんやったっけ、よくわからんね、3位までかレベル高かったな、3位レベル高それはもう3位までしかダメなのか、からはアバター作れるとかはないよね、
れとかだったら。ホワイトデーはお菓子、お菓子すぐ食べ物にたくさん、いちありがとう。おかしいなおかしい。お菓子食べられるんだ。お菓子子供とか言わないでよ、お菓子食べたいじゃんお菓子大好物なよ。たくさんパンダちゃんありがとう。ああずっと好きだよずっと好きだよ。ね、焼肉のやつ難しいよね。僕お菓子お菓子無理しないでね、ごめんね全然ありがとう、みゆさん。桃の収穫ありがとう。うん、焼肉はね絶対多分無理だと思う。3位までだからレベル高いよね、めっちゃピコンありがとう、みーさん。え、なんか絵文字変えた？なんか猫っぽい感じに見える。おーちゃん描いてくれ。あ、お前や、かわいい、ありがとう。そっか、桃の収穫今日までや。ぜひぜひよろしくお願いします。何のお菓子が、何のお菓子が食べたい。何のお菓子も大好きもん。ずっと好きだよって書いてた。のちゃんがずっと大好きだからありがとう、もうも。ずっと。お、山亀部も見てくれたのか、ありがとう。ワンもありがとう。
の駄菓子売り場行ったのいいな、いいな、まあまだひなボールあるし。フラフープの絵いいよ。じゃあ猫がフラフープしてるの描くね。なんかもうおかしい、狙いたいおかち、あ、足がしびれてきた、足がしびれました。焼肉力おかしい、この間さ、録画してたさバズリズム見とったら足つってめっちゃ釣りながら見た。おかち、なぜわかんないの、清掃でやってない、うん、足つりながら。水分足らんかな。みんなワンもいっぱいありがとう。痛い。だいぶ治ってきた。足めっちゃ痺れるし、つどタイプなんだよね。あ、出勤。出勤。プールで釣るの怖いよね、溺れそうになるよね。ストレッチだ、ストレッチ大事だね。これクッキー美味しそうなクッキーだね。これ何、マシュマロか。ありがとう。朝ね、釣るよね。
車の時怖いね。私も朝起きた瞬間になるのよね。おかちしか見えてない。違うもん。違うもん。でも私、ドラえもんのお菓子。私ね、なんかあれらしい。めっちゃいい子だったのに、ちっちゃい頃お菓子だけでめっちゃ泣くような子だったらしい。どんだけ好きやねんって感じやね。明日ペンダントからお菓子、ピンクと緑のあのお菓子買ってこんと。見て、パパからもらった。これタワーの時書きなってもらいました。私のペンがいっぱい。そう、スーパーでねだりながらめっちゃ泣くんよ私。これでも本当に本格的に絵が上手い人が使う、なんか絵塗る時のやつなんですけど、私はまあ上手くはないのでそんな上手く描けないんですけど、あとで私これ使って絵描こうか。スーパーでよくそうめっちゃしつこかったらしいもん。描きやすい、めっちゃ。もう色には困らん。これあれ、なんか UFO キャッチャーにあったのって。もう54分か。みゆさん、ずっと好きでたわ、ありがとう。もうかもずっと大好き、ありがとう。青ね、好き。なんかこれ手生える場所間違えちゃった。頭から手を生やしてしまった。フラフープ落ちてない。腰で回すんよこの猫は。ありがとう。かわいいやろ。私一瞬でじゃあシマウマが来ます。確かにシマウマって白と黒で終わっちゃった。じゃん。顔分からへんかったもん。可愛いやろ。みんななんかツイッターのアイコンにでもどうぞ。これはい、はい、
LINE のアイコンとかはどうですか？遠慮しないでみんな、汗汗じゃないよ。あ、私結構気に入ったんだけどな。13位のウィンナーさんありがとう、12位の高谷さんありがとう。あ、みんなに遠慮されてる。11位のふみあとまくふふさんありがとう、10位のケイスティンさんありがとう、9位のはるあとまくまりなずさんありがとう、あ、10位のエイトさんありがとう、9位のドラゴンさんありがとう。お菓子に反応するもちゃん、ずっと好きだよありがとう。襲われる夢で。8位のゼタさんありがとう、だが好きそうなもかわいい、好きだよありがとう。7位のただいまさんありがとう、6位の現場監督さんありがとう、5位の福ちゃんありがとう、録画したい気をする、ここヘビロ心ヘビロテしてます、いっぱい見てんねありがとう、4位のもうかしかえせないマッチカンジャ、明日おきももが楽しみすぎて待ってますよ、ずっと見とってね、3位のももかろお侍さんありがとう、2位のマッピアノモピさんありがとう、もうかさんにお菓子をお菓子もプレゼントしたいありがとう、気持ちとっても嬉しいです、1位のみゆさんありがとう、なかなか会えなくて寂しいけどずっと大好きだよ、もうかもだよ、また会おうね、会えるときに待ってます、ありがとうみんな。紫その後はピンクとえめぐりですよね、明日の公演頑張ってきます、さっきの夢、出てこん出てこん、可愛いけ、またねまたね、みんな明日もし来れる人は待ってます、これはい、おやすみ、切れるかな、おやすみ、配信でコール、お待ってる。